2021の大谷翔平の成績の方が去年の成績より好きなやつわらわらわら。すみません、Y です。ホームランにはやっぱり夢があるよね。マジ？投手主体の2022の方が美しいわ。打ったらホームランって感じのアヘホン大谷が好きだった。15勝8敗が美しすぎる。エースの風格。今年はちょっとホームランの多い松井秀喜だからな。ちょっとホームランが多くて15勝してるんだぞ。前世紀松井よりちょっと良くて前世紀のもよりちょっと良いや最強やん。アタックフォルムとディフェンスフォルムやな。2021は野手が投手やってる感じ、2022は投手が野手やってる感じ。言うても2022のホームラン数もトップ5には入ってるんよな。めっちゃわかる。40本はかっこええで。両方規定はやばい。ウィップ対して変わらないのに防御率かなり違うんやな。2021はルースの再来っぽい。2022は大谷翔平って感じ。防御率 3.18 と 2.33 の差って46本と34本の差より大きいよな。それより投手規定の方がやばい。怪我しないなら外野守備解禁も見たいな。究極の野球選手を見せてほしい。守備はさすがに無理という風潮あるけど大谷ならなんとかしてくれそう。2年で90本って言われるとやべえわ。投手成績は他の日本人でも出せる。46本は無理。そらね。これだったらどっちもこじられまくってるやろ。大谷のヤバさよ。絶対2022のがいい。2021年6月が一番好き。あん時勝ちでオーラ出てたからな。2022は文句なしの二刀流よ。 Y が見たかったのはこれやば。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。